演舞開演。本日はこちらミスタードーナツのもちっとチーフルーツスティック、シナモンとハニーを食べたいと思います。もっちりですね。あとプレーンもあるみたいなんですが、自分の行ったお店ではこの2つしかありませんでした。あれ、プレーンで公式サイトに載せなかったような。プレーンは普通のもっちりスティックってことなのかな。以前食べたもっちりスティックはもちっとしてソッキリの中に紅茶の程よい甘みチップとかがあって美味しかったですけど、これはどうなんだろう。で、こちらが、まあ、シナモンですね。まずシナモンから行ってみたいと思います。でも割ると間違いなく手が汚れちゃうので、このまま行きますね。ではいただきます。では続きまして、ハニー、表面のお化粧が綺麗ですね。なんて言ってる場合じゃないかな。ね、シナモンと比べるものをいただきます。甘いと香ばしいで分かれそうですね、こちら。以前食べたもっちりスティックと変わらない弾力あるグルコマンナンキンの生地、そこにドライフルーツ、こちら3種が入っていることによって甘酸っぱさにプラスされていますね。そしてシナモンとハニーなんですが、シナモンの方はやっぱり漢方に伝えるのまで少し香ばしさがあって甘さが控えめ、ハニーはやっぱり蜂蜜なので甘さがあって表面のお化粧もザクッとした食感があって美味しかったですね。で、自分の方の中ではどちらかというとハニーの方はより好みでしたので、ハニーをこちらの点数とさせていただきます。シナモンはこのように一つ下かな。もちろんシナモンも美味しいですよね。というわけで今回のこちらもちもちプレーンフルーツスティック、またプレーンももしあったら食べてみたいと思います。でもどちらも美味しかったですよ。これで低カロリーでいうのも嬉しいですね。寒中水泳7日続くや、この家で。いや、そんなことないですけど、お風呂壊れちゃったのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。